だなこれ。すげえ青い、めっちゃ青い。いやー、いい天気になりましたね。よかったよかった。いやー、すごいなこれめっちゃ綺麗なんだけど。いやー、めちゃくちゃ気持ちいい。ちょっと遠かったんですけど、でもやっぱ来る価値ありますね。めちゃくちゃ綺麗。ここにストライプに木が張ってあって面白いですね、なんかこの辺の家。いやー、大間入ってきましたよ。本当に遠いですねここは。青森市からも、直接来て3時間ぐらいかかりますんで。いやー、さすが本州の北端だけはありますよね。さすがに遠い。でもね、天気もいいしね、今からご飯食べに行くんですけどね、まあ、景色もいいし、ご飯も多分美味しいんで、来た甲斐はあります。多分今からね、大間といえばね、マグロなんで、マグロ食べたいと思います。いやー、楽しみだ。お腹すいた、腹減った、早く食べたい。目的地は左側です。走ったか、着いたみたいですね。ああ。この魚はいつ取れたやつなんですか？これはね、あの1週間前に、はい、あの取れて。いらっしゃい、おいしいマグロ丼食べませんか？タコの足、頭いかがですか？
さあ最北端もね、感じて美味しいマグロも食べて、最後締めにね、最北端の地をロータリーで走りたいと思います。まあ本州ねたくさんロータリーあると思いますけど、この一瞬だけは一番北にいるロータリーです。これ間違いないですね。さあ最北端を走ります。いやーよかった来てよかったです、大間。いや本当にねここだけじゃなくていろんなところで綺麗な海見えますし、まあ自然も綺麗だし食は美味しいしね。いや本当にいい場所ですね。お船がたくさん、あれでマグロ釣ったりするんですかね。いや本当にごちそうさまでした。美味しかったです。もう感謝です、ありがとうございました。いや本当に美味しかったあのマグロ。なんだろうね、もうマグロとか本当にお寿司屋さんぐらいでしか食べないんで、あの感覚でここのマグロ食べると本当に感動しますよ。めっちゃ柔らかくて、もうなんかなんて言うんだろうね、赤身なんだけどもうトロみたいな感じの脂の乗り具合とかもう完璧ですね。あれはよかった。ということで、今2時10分か、今から青森行こうと思うんですけど、ちょっと十和田区のキャンプ場着く頃に多分夜になってるんで、どうしようかな、ちょっと考えましょう。はい、また一泊快活クラブで一泊することにしました。ちょっと時間がないんでね、あそこで一泊泊まってから朝一で十和田湖に行きましょう。で、湖畔キャンプやりたかったんですけど、それちょっと猪苗代湖でやるようにしましょうか。ちょっと一応あそこら辺もある予定なんで、猪苗代湖で湖畔キャンプはやりたいと思います。およそ700メートル先左方向で、ちょうどね猪苗代行く頃には天気が良さそうなんでちょうどいいでしょう。ということで今日はまた快活クラブに戻ります。いやー相変わらず綺麗だな、すごいなこの海と山の感じが。さすがに疲れたな。往復で7時間くらいかかる場所ですからね、きついなこれ。ガソリンも満タンできたのに半分くらい使ってるし、いやー疲れた。遠すぎる、疲れた。
た、ほんまに本当に疲れた。いや、下北半島ってやっぱでかいんだね。いや、もう4時間ぐらいかな、向こう出てから。いや疲れた。とてもじゃないけど十和田湖に着くのは無理でしたね、これは。ということで、今日はもうまた青森泊まりで一泊して、朝一にね、十和田湖に行って、まあ、周辺ね、まあ、十和田湖、奥入瀬渓流に、八甲田ロープウェイ、あれはちょっと乗ったことないんで、乗ってみたいですね。で、紅葉を見て、ゆっくりするっていう感じの流れで、まあ明日はね、十和田湖近辺でぐるっと回るぐらいなんで、ゆっくりできるかなと思います。はい、いやー、疲れた。はい、というわけで次回のドライブはね、結構綺麗な映像が流れるんじゃないかと思います。はい、一番楽しみにしてた十和田湖なんでね、皆さんも見てください。というわけでここまで、山上でした。どうもありがとうございました。ということで、Don't miss it! バイバイ。